いい距離です。今日も、はい、ハードオフに行って買い物してきたので、この2品紹介したいと思います。今日はね、じゃあ回った順に、購入品紹介したいと思います。まず1店舗目は購入品なしでした。で、2店舗目、そのハードオフね、まず最初にこれから出そうかな。はい、極戦の DVD ボックスなんですけど、後ろ見ると全部文字が中国語なんですよ。ほとんどね、中国っていうか中国の人がなんか書いた日本語プラスあと中国語、インタビューがちっちゃいイにソタビューになってたりするんだけど、上の方とかね、中国なんだけど、完全に海賊版 DVD かな、これ。そのハードオフね、ジャンクコーナーの隅っこにこそっとたまにジャンク DVD ボックスを置いてくれてて、昔も仮面ライダー5の DVD ボックスが、800円だっけな、500円かわかんないけど、そんぐらいですげえ安く売ってたんだけど、今回ね、極戦のシーズン1の DVD ボックスがね、324円で売ってました。見えるかな？カメラこっちか。320円でした。はい、ラッキー。これすぐ売れちゃうんでね、5月入荷なんで多分入荷したてでしょう。はい、次はね、スーファミのね、ソフトの箱付きでした。はい、これ首都高バトル2、これ箱付きで100円だったんで買いました。あとはこれですね、ラマ1/2の箱付きスーファミの、ゲームですね、ゲームソフト100円で、箱付きということで、入荷したてですね。5月入荷なんで。次がこっちですね。まずね、これからゲームギアのソフトですね。ソニック。ソニック面白いですよね。はい、100円。が100円でした。はい。5月入荷ですね。はい。白飛びしちゃってるけどね。次。これね、すぐやろうかなと思って、ゲーム実況しようかなと思ってて、桃鉄あんまやったことなく、あんまってほとんどやったことないんですよ。なんでゲームボーイなんで、やりやすいかなと思って、108円で、5月入荷。桃太郎電鉄、スーパーとかね。ラスト、マリオゴルフ、ゲームボーイ、108円。持ってないゲームですね。2店舗目はね、割と広いところで。まずね、LD。LD のね、ルパン三世の LD って結構高いとこ高いんですよ。500円とかもっと高いとこあるんだけど、今回ね、全部108円で売ってました。まずこれ、カリオストロの城。定番のやつですね。はい、次、バビロンの黄金伝説、108円。ピンクベストのルパン、ピンクジャケットのルパンですね。ピンクベストは春日か。レーザーディスクの LD ね。はい、でかいでしょ、 LD だからね。はい、ラスト、じゃじゃん、ルパン三世、ルパン対、複製人間クローンか、ルパン対クローン。見たことはあるんだよ、全部。アニメチャンネルみたいなやつ、アニマックスだっけ、そんな感じのチャンネルでやってたので、見たことあるんですけど、ちょっと DVD とかは持ってなかったので、LD 買いました。ルパン三世の LD がね、108円5月入荷で、しかも、新品同様なんですよ。めっちゃ綺麗なんですよ、これ。これはめっちゃ良かったと思います。はい。なんか最近LD 紹介の動画出して以降、また LD を集め始めたんで、ちょっと一旦 LD って結構持って帰るのが大変なんで、あんま買ってなかったんですけど、また買い始めました。はい。次。CD ですね。はい。ショコタンのアルバムですね。はい。こんな感じで。これは普通に DVD 付きのアルバム、108円5月入荷。ショコタンのアルバムの持ってなかったやつですね。はい。次。これはね、そのハードオフに併設してる、オフハウスじゃなくて、ホビオフか。ホビオフで購入したものですね。はい。じゃん、ソフビ買いました。まずこれは激レッドの、過激モードですね、確か。108円、2月入荷。状態も良かったんでね。入荷して結構経ってんだけど、状態良かった。結構ソフビのジャンクボックスってみんながぐちゃぐちゃってやるからすぐ傷ついちゃうんだけど、状態良かったので買いました。はい、次こちらですね。これね、ウルトラマン、なんだっけ、ウルトラエッグのなんか、ウルトラマン、ウルトラマンナイスがモデルだと思うんだけど、5月入荷108円ってことでね、これなんかの限定かな、確か。だったやつだった気がするんだけど、2013年。確かね。これが、なんか、これ持ってんだよ、俺、これのおもちゃも。これ、とにかくこれが欲しかったんですよ。ウルトラエッグの、ウルトラエッグマスターだっけ、わかんないけど、そんな感じのやつで。これ108円で売ってたんで、これはね、Amazon で買おうと思ってたぐらいなんで、これは、わーっと即買いしました。はい。あとはね、10レンジャー、今僕ね、DVD レンタルして見てるんですけど、恐竜戦隊10レンジャー。それのレッドの、復刻版とかのやつは、普通に300円とか100円とかで売ってたんだけど、サイズがちょっとでかかったり、あとは、ってやつとか、あと300円とか高かったり、復刻版なのに300円高かったり、あとは、当時物の、
ブラックで、マンモスレンジャーブラックが売ってたんですけど、まあメイドインジャパンで書いてあるから、そのハードオフなんか基準がメイドインジャパンで書いてあったら324円なんだよ。うん、しかも2体いたんだけど、うん、ブラック324円か、状態もいいんだけどな、うんと思ってちょっとねやめちゃいました。今回は108円台ありそうなんですよね。まあブラックしか欲しくないし、俺は。しかもまあブラック欲しいんだけどね、ブラックだけ欲しい。ブラックが一番ね、10レンジャーの中で僕好きなんですよ。マンモスレンジャー。ゴーシ。次の店舗はね、ジャンクゲーム本体とか結構安いんですよ。その代わり CD は使ってないんですよ。あの、ブックオフが隣接してるから、CD は全部そのブックオフが使ってて。うん。まずね、もうついに買っちゃいました。はい。ドリームキャストの、ビジュアルメモリーだっけ？メモリーですね。これがないとドリームキャスト遊べないんですけど、ついに買ったので、ドリームキャストが僕も全部揃いました。はい。もうね、108円で探してたんだけど、どこ行っても、324円で、まあ、2月とかで324円あったんだけど、108円で探してたんだけど、なくても、今回、216円、両方ね。で、我慢しました。はい。こっちがなんか、シーマンだっけのやつで、これはノーマルなやつかな。重さ的になんかね、こっち電池入ってないね。これ電池入ってるけど、どうせ切れてるから、まあ、電池の型番、CR2032 を買ってくればいいかなと思います。まあこれとかね、こっちは3月入荷で、うん。こっちが5月入荷ですね。まあ216円。ぶっちゃけ今んとこね、俺の近所のって、俺がよく巡るとこでは一番安いですね。これ以上安いのはもうないんじゃないかと。多分あるとは思うんだけど、どっかのハードオフでは。108円とか50円とかでも。まあでもちょっとね、もう見つかんないんで、早くドリームキャストやりたいんで買っちゃいました。で、次。64のソフトですね。はい。じゃじゃん、これですね。まずこっち、ゴエモン。頑張れ、ゴエモン。なんとかってやつ。はい。これ108円の5月入荷でした。まあ普通に遊びたかったんで、まあ108円でいいなと思いましたね。あ、んでこれスターウォーズ。これね、あの前、あんまね、ゲームが安くないハードオフでは216円で売ってて、ずっと売り残ってたんですけど、まあ108円で売ってたんで買いました。スターウォーズ系108円だったらね、嬉しいですよね。このハードオフはね、新入荷ボックスが結構ね、充実してるところでね、そこ結構ね、いつも行くたんびに新入荷ボックス見て、おーいいなーって、レジ前のね、いいなーっていうところなんだけど、まあまずは、新入荷ボックス。今回新入荷ボックスからは1個しか買わなかったかな。あ、2個買ったか。1つがマッチのアルバム、抱擁。まあ有名服は入ってないんだけど、入ってるかな？わかんないけど、ちょっと。まあマッチのアルバム108円だったんで買いました。うん。まあね、僕ね、フリージャニーズも好きなんでね。次、ジャンヌダルクの、シングル、108円じゃなくて、21円5月入荷。さっきの5月入荷ね。ジャンヌダルクね、前買ったシングルがちょっと微妙だったんで、まあちょっと買うか悩んだんだけど、まあいい曲だったらいいなと思って買いました。まあアルバム買えばいいって話なんだけど、アルバム売ってないんですよね。で、これ、あ、これはまた別の店舗だ。うん。これね、108円なんですけど、ついに、ビデオ、ついにでもないけど、まあビデオ CD ですね。はい。ビデオ CD、何の CD かは全くわかんないですけど、ビデオ CD ということで108円で買いました。こういうね、ビデオ CD とか、あと、まあそういうね、フォト CD とかなんか特殊な CD って、なぜかわかんないけど、プレイステとか、ドリームキャスト、セガサターンとかが入ってる、ジャンクゲームボックスの方に、あることが多いです。はい。よくわかんないけど、これもジャンクゲームボックスの方に入ってました。結構ね、うん、そういうとこ見てると、たまーにね、いいのあったりしますね。ヒューカードとかもあったりするし。うん。ラストじゃない。次。はい。ジャッキーチェンの LD。これね、前回はね、買うのやめたんですよ。うん、買わなかったんだけど、帰ってから買っとけよかったな、これ見たいなと思って、今回行ってもまだあったんで買いました。108円。はい。まあ、ジャッキーチェーンね、面白いですよね。あんまアクションでね。まあ、あんまシリアスな感じではないんで、いいかなと思います。見たことはないと思うんだけど、うん。1995年の映画なんですね。まあ、LD ね、いいですね。はい。そして、ラストでもないか。はい、次はその、新入荷ボックスで買いました。新入荷ボックスに64があったんですよ、本体が。ああ、324円。でも、ま、見た目の状態が結構ホコリがついてて良くないなと。普通に320円だけど、別に1個持ってるしいらないなと思ったんですよ、5月入荷で。1回スルーして帰りにもう1回、新入荷ボックスで見た時に一応ね、こうターミネーターパックっていうのが入ってるんですよ。普通は、ピンクのシールが貼ってあるような、なんかこのシールを剥がさないでくださいって書いてあるターミネーターパックっていうのが入ってるんですけど、これ今回ね、チラッと開けてみたらね、じゃじゃん、拡張パックが入ってたんですよ。この拡張パックだけで1000円ぐらいの価値あるんですよ。僕これ欲しかったんで、これがなきゃできないゲームがいくつかあって、ドンキーコングとかね。そう。だから、320円で、もうこの目当てに買いました。はい。これ店員気づいてんのかな？わかんないけど、レジでね、これ出したら店員が、
一応これ確認してたんだよ。多分ね、これだけ抜き取る人がいるから、入ってるかどうかをちゃんと確認してるんだと思うんだ。うん。で、今回入ってたね。入って、店員もこれ確認して、これがあるっていうことを含めてで、320円で売ってました。これね、なかなかね、これいつもね、ジャンクで300円の500円のゲーム、64ね、あったら、こっちらっと見るんだけど、大概、普通のね、ターミネーターパックが入ってて、で、ごく稀に何も入ってない時やん。それは外れだから絶対買わない方がいいね。うん。で、この320円とか540円とかで、ターミネーター、拡張パック入ってますって書いてないのに入ってたことは僕初めてなんですけど、結構たまにあるみたいなんで、ぜひ探してみてください。ラストなんですけど、オフハウス。そのハードオフね、あんまね、ハードオフの方はあんま充実してないんだけど、すごいオフハウスは結構充実してて、家具コーナーにあったこれ買いました。はい。結構平べったいじゃん。はい。結構ね、平べったい系のクリアケース、うん、買いました。これ324円で5月17日入荷なんだけど、うん。300円でこのサイズのね、ケースはいいと思います。しかもなんで平べったいのがいいかっていうと、結構小物系とか収納するときに深いとさ、なんか下の方のもう探せなくなったりとか、あと風味とかだとあんま重ねたくなかったり、結局、深いケースいっぱい持ってるんだけど、3分の1ぐらいしか入ってない状態でいっぱいあるだけだから邪魔じゃん。そういう時にこういう薄いの方がいいなと思って買いました。なぜかね、下にローラーもついてるんですけど、ローラーはいらないですけどね。まあいいんです。はい。まあ本当はこういうのって大量に一気に買わなきゃ意味ないんですけど、ちょっとね、部屋にあるものをね、少しでも収納できたらいいなと思って買いました。オフハウスも結構見てみるとね、いろいろいいですよ。靴下とかね、結構見た方がいいです。あと、ワンダーグーで、ジャンクの、まあ別日なんだけど、ジャンクのね、漫画が半額セール、中古漫画か、が全部半額セールがあって、これね、バックマン3冊買いました。1個50円、1冊50円で売ってたんですけど、全部半額なんで1冊25円で買いました。バックマン。これがね、1冊25円。まあね、ちょっとアニメは見せたんですけど、漫画読んでみてようかなと思って買いました。あとはね、近所の個人系のリサイクルショップでこれ買いました。iPhone6 Plus のケースですね。最近ね、ダイソーとかセリアとか行っても、6 Plus のケースがあんまないんですよね。変な、やつしか、1種類しかなかったりして、これソフトケースが欲しかったんで買いました。まずこれとこれがソフトケース。これは自作の iPhone ケースを作るとき用の素材として使います。はい。で、1個、全部1個100円だったんですよ。はい。新品でね。まあこの2つはね、ソフトなんで、まあ素材として使うとして、これは普通になんかコレクションっていうか、今使ってるやつはちょっといいやつだから、なんかあんまりね、これ手帳型のやつで金、金いいよね。これもちょっと濃いゴールド、これもノーマルっぽくていいよね。で、これは、なんか羽付きのやつみたいな。羽みたいな。100円だったんで買ってきました。僕ね、しばらく6プラス使うつもりなんで、まあ壊れるまで。まあね、5個もあれば大丈夫でしょ。まあ5個もいらねえだろって話だけどね、1個100円で大量に売ってたんで、いろんな種類が。その中から選んできました。あとはね、オフハウスでね、ハードオフかのホビーコーナー、じゃあオフハウスか。じゃなくて、トイーズオフじゃなくて、ホビーオフ。で、大レンジャーのレッドの専用武器が、箱付きで、説明書なしで、中は全部揃ってて、864円かなんかで売ってました。はい。あれはね、安いと思う。大レンジャー好きだったらいいと思う。僕ね、10レンジャーが今ね、古い戦隊ではハマってるんで、大レンジャーまだ見てないんだよなと思って、ちょっと買わなくてです。はい、ということで今回はね、結構回ってきたんですけども、まあ一番の買い物はやっぱね、なんだろうな。まあ、ターミネーターパックの拡張パックとか、あとはこれ買ったことかな、ついに。これね、もうずっと探してたからね。早く電池入れて、はい、やりたいと思います。あとはゲームとか、実況したいなと思います。今探してるのはゲームギアです。ゲームギア500円で探してんだけど、500円は厳しい。前見たんだよ、一回。その時ゲームギア欲しくなくて買わなかったんだけど、今欲しいんで500円。まあでも1000円でも、壊れてて1000円でも買おうかなと思ってます。はい、以上です。バイバイ。